今回は一風変わった企画を開催。果たしてうまくいくのか。ベーカリーチャンネル、カタパンの全員ツンデレでアマンガスがやりたいんじゃ。どんどんパッパフ。はい、今回はですね、通常のアマンガスを遊びつつ全員ツンデレという縛りで、やっていこうと思います。でですね、この縛りをやるにあたって、注意点が2点ございます。まず1点目なんですけれども、ですね、名前は呼び捨てにしてください。ですね、ツンデレって大体さん付けとかくん付けとかせずに、なんか呼び捨てで呼んでるイメージがあるので、皆さん全員そうしてください。で、2点目です。死体のことはあいつ、もしくは名前呼び捨てで呼んでください。死体とは言わないで、死体でって言った瞬間アウトになります。で、殺害のことは告白と呼ぶことにします。告白難しいかよ。はい、このどれかルールを守らなかった場合、もしくはツンデレ具合が外れてしまったと、判断された場合は、その人はツンデレ会話にふさわしくないので、即釣りになります。厳しいよ。厳しいだけどマジで。はい、以上、あんたたちのために説明したんだからね、感謝しなさいよ。ルールはたったのこれだけ。果たして全員ツンデレになりきることはできるのか。ベーカリーチャンネル、カメラ、ストレージから向かった人は確実にやってないと思うわ。ストレージからみかん、ストレージから行った気もしなくもなくもないけど、見てはないけど 2,3 人いた覚えがあるわね。お気づきいただけただろうか、真面目にやりすぎて普通のアマンガスになってしまっていることを。そしてこの後さらなる悲劇が起こってしまう。最初に怪しまれてるやつは死んだ、告白されたのに。あれ初めてお聞きだけもなくもない。雪の子、雪の子、今何か物騒なこと言わなかった？言ってないわ。言ったわよね。カタパン、この子界隈にふさわしくない。それの子じゃないのよな。ちょっと黙っててくれ。殺害のことは告白と呼ぶことにします。このどれかルールを守らなかった場合、もしくはツンデレ具合が外れてしまったと、判断された場合は、その人はツンデレ会話にふさわしくないので、即釣りになります。即釣りになります。即釣りになります。たった今弁当移動が起きたのよ。そうね。この後は通常通り話し合いが進んでいき、ついには雪の子先生が処刑されることのないままゲームが終わってしまうのであった。人が来ると怖いから下に下がったりとかしてなくもないけど。ベーカリーチャンネル、すいません、皆さんちょっとお話を聞いていただけますか。はい、ですね、皆さんアマンガスに集中しすぎです。ふざけが一切なくアマンガスを普通にやってる感じになっちゃってて、で、ごめん、俺がもうちょっと設定を盛るべきだったわ。そもそもの大元の設定は、皆さんは、基本的にみんなのことが好きっていう設定なんで、みんなのことが好き、そう、みんなもう全員平等に好き で、みんなは誰が誰に告白するかっていうのを、もう本当にコップに水がギリギリ溢れそうなぐらいで、誰が誰に告白するかみたいな状況っていう設定です。インポスター手当たり次第じゃん。今インポスターって呼ばれてる人たちはもちろん告白をするわけなんだけど、その人たちはみんなに黙って隠れて告白をしちゃうわけですよ。で、これが成功したわけなんですよ。で、それにみんな嫉妬に狂って、いや誰が告白したのよみたいになる感じの設定です。なるほどな。タスクのことはもうなんかお菓子作りとか お弁当作ってたとか、なんかわいいふりしてください。あとダクトのことは、まあ秘密のトンネルとかにしましょうか。急に可愛くなくなった。なんだけど、よくよくそんなの思いつくよね。で、アドミンとかカフェとかっていうのも、皆さんのオリジナルでなんか名前つけちゃってください。それはさて、ルールも追加され、ツンデレ企画改めて再スタートです。果たして今度こそうまくいくのか。続きは次回お楽しみに。